矢田部敦と佐々木千秋のファントレタイム。こんばんは。マーケティングコンサルタントの矢田部敦です。皆さん、今回もよろしくお願いいたします。女優の佐々木千秋です。さて、あまりこの番組で取り扱うのはちょっと難しいかもしれないんですけれども、やはり我々の身近な生活にも影響が出ていることを踏まえましてですね、マーケティングの面から今回の新型コロナウイルスについて矢田部さんからも少しコメントいただけますでしょうか。はい、先月からですね、本当にこうスポーツジムであるとか、イベントをしている会社さんであるとか、観光業の方々、ホテル業界の方々ですね、やはり一時営業を、しにくくなったりストップせざるを得ない状況になっておりまして、そこについてはですね、本当に、私たちも含め、苦労しているところがあるのかなと思います。一方でですね、ある箱根の、老舗旅館が、やったですね、キャンペーンがとても話題になりました。キャンペーン、これはですね、マジでコロナウイルス勘弁してくださいプランというプランを作ったですね、箱根の老舗旅館さんがありまして、このやはりネーミングもすごくキャッチと言いますか、話題を呼ぶような内容になっておりまして、実際にですね、低価格で、プランをですね、宿を提供しているわけなんですが、ずっと6月まで満席、満室、満室になっておりまして、即日短期間でですね、完売したというような事例がありました。ああ、そうなんですね。はい。これがですね、皆さん本当に辛い状況、逆風の中ではありますが、逆転の発想を持ってですね、この苦難をチャンスに変えようという、試みなのかなと思います。そうですよね。ちょっと勘弁して割というところがネーミングもとってもすごくインパクトがありますよね。インパクトありますね。こういった風にですね、状況の中で、下を向くのではなく、チャンスと考えてですね、マーケティングの、力を、使っていくというのはですね、このマーケティングに一つこう魅力だなというふうに感じました。私も見習わないといけないなと思います。いやね、いろいろなこう取り組みをされていらっしゃる業者さんもいらっしゃるんだなということを改めて感じるというか、教えていただくことができましたので、本当に逆境に負けずに頑張っていきましょう。ありがとうございます。さて、オープニングトークに戻りまして、この番組はマーケティングの観点からファン、つまり楽しいことをトレード、交換したり共有していこうよというコンセプトの番組です。では、まずは矢田部さんの略歴をご紹介させていただきます。矢田部敦さんは栃木県のご出身で、東京大学大学院をご卒業後、大手外資系メーカーに就職され、その後ファントレ株式会社を創立されました。海外のウェブマーケティングやソーシャルメディアを研究され、ウェブ戦略の仕組み化コンサルティングを開発、動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で、これまで約300社以上のウェブマーケティングのコンサルティングに携わっていらっしゃいます。ありがとうございます。また、現在はコンサルティング以外に美容院、保育園経営なども手掛けられ、その若さとアグレッシブな経営手腕で注目を集めている社長の一人です。そして私、佐々木千秋は今年の秋公開予定の映画「ラストソングは」で主演させていただきましたほか、現在ドラマや映画をはじめ、ここ市川うらら FM で愛され召し上がれでもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。こんな2人で進めてまいりますが、今回最初のコーナーはトレンド準備室のコーナー。このコーナーは今後広く一般的に活用されたり、ムーブメントが起こりそうな商品や商材、システムなどについて、矢田部さん独自のニュースソースなどからの情報収集に基づいてご紹介いただくコーナーです。さて、今回ご紹介いただけるのはどういったものなんでしょうか。今回はですね、最近話題に、もう一般的な言葉にもなってきました、テレワーク。テレワーク、という、言葉についてですね、ムーブメントについてお話をさせていただきたいと思います。お願いします。実はですね、私の会社はですね、もともとこうインターネットを中心としたマーケティングの会社ということもありまして、約5年前からテレワークを推奨しております。ですので、社員のですね、半分ほどの従業員はですね、テレワークをすでにしていると、状況でした。最近ですね、このムーブメントテレワークの流れが来た中でですね、弊社が使ってとてもためになった、テレワークのそういったツール、ソフトウェア、アプリケーションなどをご紹介したいと思います。あ、すごい知りたいですね。はい。はい。テレワークとはですね、そもそもの意味はですね、テレ、離れたところでワーク、仕事をするという意味になります。これはですね、いわゆる ICT、情報通信技術と言いますが、ICT はインフォメーション&コミュニケーション、テクノロジーということで、そういった技術を使って場所に限らずですね、自分の働きやすい場所で働くことができるというような意味合いがあります。その中でどんなツールが使われていると言いますと、以前もですね、一度ご紹介させていただいた、テレビ会議システム、Zoom とか、Skype などのツールですね。これはですね、どの場所にいてもインターネットさえつながれば簡単に遠く離れた人と会話ができる。カメラを映してその人と対面するだけではなくてですね、自分が見ている画面を共有したり、相手のパソコンを、片方側から相手のパソコンを操作することもできたりします。いろんな機能がついておりまして、遠く離れていても円滑な効率の良い会議ができるというような仕組みになっています。すごいですよね。これだけでもすごいなって私は思っちゃいましたけどね。他にもですね、弊社で使っているのは、クラウドのファイル共有サービスというものがあります。クラウドのファイル共有サービス。ちょっと難しい言葉ですね。そうですね。例えばですね、Google ドライブっていうものとか、ドロップボックス。ドロップボックス聞いたことありますよ。そういったものなんですけど、これはですね、何が違うかというと、同じファイル、例えば Excel とか Word みたいなファイルをですね、クラウド、インターネット上に置いておくことによって、リアルタイムに複数の人が一緒に編集できることができるんですね。こうすることによってですね、仕事をしながら、一つのファイルに向かってたくさんの人がですね、違う地域から一緒にそれを編集して常に最新状態が保たれていますので、円滑にですねファイルを共有できる。おー、すごい。これはとても便利です。遠く離れていてもしっかり仕事ができますね。他にもですね、チャットサービスですね。チャットサービス。チャットというのは会話という意味がありますが、チャットサービスとはチャットワークとか、Facebook のメッセンジャーですね。あと LINE なんかも代表的なチャットサービスですね。そうですよね。これを使うことによってですね、本当にこう文章でやり取りはするんですけど、会話のようにスムーズにやり取りができるんですね。なので、私たちもですね、それぞれテレワークで別々の場所に働いてはいるんですけど、まるで隣にいるかのように話しかけたり。そうですよね。確かに。それにすぐ返答が来たりですね。そのチャットサービスの中で、タスクと言いますが、自分がやらなくちゃいけないことをですね、トゥードゥーリストを作ったり、カレンダーに反映させたりすることができると。すごいこうスピードアップされますよね。これだけでも。スピードアップができますね。最後にですね、私すごくおすすめなんですが、クラウド会計ソフト、こちらもですねテレワークに本当に役に立ちまして、例えば MF クラウド会計とか、フリーといった、ソフトですね。これはですね、離れている場所でですね、皆さんが離れている場所で、例えば、ある人がクレジットカードを会社のクレジットカードで、何か決済した、とかですね、銀行から振り込みを行ったとか、例えばタクシーに乗るのに現金を使ったっていうのをですね、一箇所にクラウド上、インターネット上に集めることができるんですね。それができちゃうんですか？これがですね、常に一箇所にみんなが使ったことを、集めることができるので、最新の状態の財務状況を把握することができる。すごいですね。はい、イメージ皆さん手書きだったりとか何か打ち込んだりとかっていうようなイメージがすごくあったんですよ、会計っていうのが。はい、これがねさらにすごいのはですね、クレジットカードや銀行などはもう自動的にクラウド会計ソフトがそれを読み込んで、こういう項目に使ったんだろうというふうに仕分けをしてくれる。そこまでしてくれる。はい、やればやるほど AI が学習してですね、はい、自動的に仕分けを行ってくれるので、最終的に決算の時なんかで、はい、一生懸命仕分けをしていくとかいう手間もですね省くことができるんですね。すごいですね。はい。そんな言葉でできるようになっているんですね。なっているんですね。面白いな。まあね、テレワークいろんなやり方というか、使い方っていうか、そうですね。どんどん増えてきてるってことですよね。そうですね。まるで一緒に働いているかのようにですね、離れていても一緒に働いているかのように、仕事ができるというのはですね、これからどんどん進んでいくんじゃないかなと思います。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。このコーナー冒頭でもお伝えいたしました通り、ここでクローズアップしていただいたものが今後トレンドになっていけばまさに準備室だと思っております。以上、トレンド準備室のコーナーでした。おかし懐かし流行通信のコーナー。続いてのコーナーはおかし懐かし流行通信ということで、同世代の私と矢田部さんが最初に流行トレンドに触れた1980年代後半から遡っていって、その年起こった出来事や流行にタイムスリップしながら現代の流行や世相と比較するプチオンコ知識のコーナーです。今回は1999年平成11年の主だった出来事からご紹介をさせていただきます。はい、1999年まずですね、i モードサービスが開始されました。そしてですね、臓器の移植に関する法律に基づく初めての脳死臓器移植が実施されました。そして平成の大合併が始まったのがこの年だそうです。で、石原慎太郎氏が、東京都知事に当選されました。で、書籍では乙武洋匡さんの5体不満足、これが400万部のベストセラーとなりました。音楽「団子三兄弟」が CD シングル歴代新記録となる約290万枚の大ヒットとなりました。で、翌年2000年にかけての年越しではコンピューターの2000年問題の対応に追われておりましたね。そしてヨーロッパ単一通貨ユーロの登場、ルノーが日産自動車に資本参加しました。マカオ、ポルトガルから中華人民共和国に返還、パナマ運河がアメリカ合衆国からパナマに返還されたのもこの年です。はい、続いてはですね、1999年の主だった日経ヒット番付に沿ってお話をしていきたいと思います。はい、まあ、1999年ということで我々は中学3年生、15歳とかになりますかね。3年生ですね。流行にも敏感になってる、そうですよね。ところですね。この1999年の、まあ、横綱から小結び、ちょっとご紹介させていただきますと、低価格パソコン。あとは宇多田ヒカルさん。宇多田ヒカルさんはね、もうね、本当にみんな大好きで、もうみんな聞いてましたよね。人気でしたね。あとは i モード、 NTT ドコモさんの i モード、携帯電話ですね。はい。あとはトヨタ自動車のビッツっていう車ですかね。はい。あとはですね、渋谷109にエゴイストね、こちらのエゴイストのお店がショップをオープンしました。あとは大正製薬さんのリアップ発毛剤ですね、これが発売されたということで、はい、1999年いろんなことがどんどん現代に近づいてる感じしますよね。どんどん新しくなって、携帯電話もそうですしね、自動車もこういうふうにね、そうですね、新しい形が生まれてきてると。はい。矢田部さん、何かその1999年、まあ、例えば、まあ、こういうのあったよなとかってあります？そうですね。やっぱりですね、先ほど出てきた団子三兄弟をはじめとした、ヒット曲がですね、この後も出てくるかと思いますけど、やっぱり流行に敏感になった年頃だったので、やっぱりヒット曲を自分も知ってると言いますか。なるほど。はい、話題にしっかり入っていけるように、一生懸命じゃないですけど、音楽を聴いていた覚えがありますね。そうですよね。じゃあもう宇多田ヒカルさんなんてもうね、本当にドストライクですよね、我々は。もう本当に何でしょうね、本当に短期間でね、はい、本当にぐっとこう人気になって、そうなんですよね、みんな聞いてましたね。うん、あとはそうですね、結構ゲーム業界とか、まあ、音楽もそうなんですけど、ゲーム業界も結構面白くて、ダンスダンスレボリューションって知ってます？ああ、ダンスダンスレボリューションもね、はい、人気でね、はい、ゲームセンターなんかに置いてありましたね。はい。自分がダンサーになったかのようにやるんですよね。みたいな。なかなか上手じゃないとあそこで踊りにくいですよね。そうですね。かっこいいとはね、かっこいいんですよね。いいですけどね。あそこでちょっともたついてるとちょっとね、恥ずかしくて僕は乗れない方でしたね。ね、みんなに見られちゃいます。見られますよね。はい。あとはですね、ソニーさんのアイボっていうペット型ロボットシリーズですかね。これもすごかったですね、本当にね、ワンちゃんのように、しているロボットということで、はい、考えてみれば今だともうロボットもね結構一般的になってきてますが、この頃からやはり開発をしていたっていうのはさすがだなと思いますね。思いましたよね。あとはユニクロ。はい。はい。ユニクロはですね、はい、やっぱりこう低価格で質のいい洋服をということで、はい、みんなユニクロ着てましたね。そうですよね。周りの人は結構使ってましたよ。使ってましたよね。はい。これも大ヒットしたなっていう、新しい時代が来たなっていう感じのイメージありましたね。そうですよね。あとは坂本龍一さんのピアノ曲でエナジーフロー。まあ楽曲ね。これもですね、よく聞いてましたね。不思議なね、歌とはまた違う。そうなんですよね。すごくこう突然私も初めて聞いた時に。なんだろうこの曲はとすごく忘れられないんですよね、メロディーが。記憶に残りますよね。そうなんですよね。なんかすごく懐かしいなっていう感じがしますけれども、はい。そうしました。音楽シングル、まあトップ10ということで、まあこの時代結構グレーさんとか、グレーはね、宇多田ヒカルさんとか、宇多田ヒカルさんね、あとララク・アンシエルさんとか、もちろん浜崎あゆみさんもね。はい。もう本当にトップ10に何個ねお名前があるんだろうっていうくらい、はい、本当に人気の歌手がたくさんいらっしゃったと思うんですけども、まあ第1位は団子三兄弟、この年ね。すごいですね。はい。で2位がグレイのウィンターアゲイン。はい。で3位が浜崎あゆみさんで A という楽曲ですね。で4位に坂本龍一さんの裏 BTTV。はい、はい、人気になりましたね。お持ちでしたか？あ、ですね、はい、まあ全部ではないですけど、グレイさんとかね、はい、やっぱり浜崎あゆみさん、宇多田ヒカルさんの CD とかはやっぱり売ってましたよね。あ、そうですよね。で、まあ5位に宇多田ヒカルさんのオートマティックで、6位も宇多田さんでアディクテッドトゥユーとね、本当に名前がずらっと、ずらっとね並んでおります。すごいですね。はい。まあ音楽ね、まあ、もちろんこう、まあ、受験生だったと思うので、はい、音楽聴きながらこう勉強を勤しんでるなんてね、そうですね、こともあったからっていうのももちろんね私たちはあるのかもしれませんけど、そうですね、より覚えているなという、より覚えてますね、その時のまあなんていうでしょう、思い出も一緒についてくる、そうですみたいなね、いい言葉をおっしゃいましたね、はい、その通りでございます。覚えておりますね。はい、ね、いろいろな楽曲、そしてあの時のことをちょっと思い出せたのですごく楽しかったです、はい、ありがとうございます。以上、おかしなつかし流行通信のコーナーでした。改めまして、この番組ファントレタイム担当は矢田部敦と佐々木千秋でお送りしております。続いてのコーナーはこんなところにサクセスの種。このコーナーは矢田部さんの会社ファントレ株式会社さんがコンサルティングを手掛けてこられたいろいろな成功例などについてリポートしていただくコーナーです。今回はどういった業種の会社様のケースについてご紹介いただけるんでしょうか？はい、本日はですね、はい、愛知県の学習塾さんのマーケティング事例についてお話をしたいと思います。学習塾、はい、はい、学習塾ですね、はい、やはりですね、はい、学習塾と言いますと今はもういろんな学習塾さんがありますので、その中で、はい、まあ、選んでもらうと言いますか、お客さんに見つけてもらうのはなかなか実は難しくなっております。そうですよね。はい。一方でですね、今回の学習塾さんは、はい、まあちっちゃい、まあ少しね、まあ2店舗ぐらいの学習塾さんだったので、いわゆる大手の学習塾さんですね。コマーシャルをやっていたり、はい、そういったまあ予算をしっかり取れるような学習塾さんに比べて、やはりまあ見つけてもらえる確率がまあ上がらないということでですね、ご相談をいただきました。はい、はい、そしたらその時にですね、やはりまあ限られた予算の中で、はい、なるべく効果的なことをしようと。いう形でですね、マーケティングのアドバイスをさせていただいたんですが、はい、具体的にはですね Google マップ Google マップ、はい、というものの、上位に表示されるように、まあ、戦略を立てました、はい、これどういうことかと言いますと、はい、例えばですね、まあ、学習塾に行こうと思った時に、皆さん身の回り、まあ家の近くのですね学習塾を検索で探しますよね。はい、例えば池袋に住んでる人だったら池袋学習塾のような形で検索をします。はい、はい、そうするとですね、まあ Google などの検索エンジンで検索をすると、はい、まあ検索結果が出てきます。はい、その時に地図が表示されるんですね。されますね。はい、はい、皆さんもぜひ試していただきたいんですけど、地図が出てきまして、その地図上で、まあ学習塾が、まあ表示されていると、はい、あなたの近くの学習塾はこういうところがありますよという形で表示されます。はい、はい、この地図をですね Google マップと呼んでいるんですが、はい、実はですねこの地図いわゆる Google マップ上でも優先順位がつけられていて、はい、まあ上から順番にですねまあ並んでいるんですね。でたくさん学習塾が並んでいる中で、はい、この Google マップ地図上でやっぱり上位に来ることでより、まあ、お客様に見つけてもらいやすくなると、はい、いうことになります。はい、そこでですね、じゃあ、Google マップ上でどうやって上位に、まあ、優先的に表示させられるようにできるんだろうということでですねアドバイスをさせていただきました。はい、本日もですね簡単にお伝えしますと、はい、まずはですねGoogle マップ上に正確な情報を入れる、はいはい、ホームページに書いてある情報や、まあ、外に、まあ、こう出している情報とですね間違いがないように Google マップ上にも、営業時間であるとか、はい、電話番号であるとか、住所をですね、はい、正確に載せるっていうことをしました。はい、はい、他にもですね、はい、実はこの Google マップ上ではそこに訪れた人が口コミを書けるようになってるんですね。そうなんですか。はい、口コミをまあまあ塾が良かったよとかですね、訪れた場所が良かったよっていうことをですね、まあユーザーさんが口コミを書けるようになっていますので、はい、積極的にその口コミを書いてもらうというのが大事でした。はい、なるほど。そうするとですね、はい、まあ特に良い口コミが、たくさん増えていくと、はい、まあ口コミが1つか2つの学習塾に比べてよりですね、まあ30ぐらい口コミがあったら上位に上げやすくなると。なるほど。はい、まあこんなことをですね、していった結果、まあ愛知県の学習塾は上位に Google マップの上位に表示させることによって、まあお客さんの目に触れて生徒さんが増えたと。そうなんですね。はい。いやGoogle マップのこの使い方というか、正直私は知らないことが今回多かったんですよ。そうですか。なのでぜひこのマーケティングのやり方として今度ぜひ別にね別の回でぜひじっくり聞かせていただきたいなとご紹介いただけたらと思います。ありがとうございます。すごいいいお話を聞かせていただきました。ありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。以上、このところにサクセスの種のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングのお時間が迫ってまいりました。このファントレタイムは毎月第2、第4水曜日夕方5時30分からお送りいたしておりますので、ぜひ皆さん次回もお聞きいただきますようお願いいたします。矢田部さんからも一言お願いいたします。はい、本日もですねちょっとマーケティングの難しい話までさせていただきました。ぜひご参考になればと思います。ありがとうございます。それではファントレタイム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部敦と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。